隔て今昔、山の神の独り言。桜の季節も過ぎ、淡い春霞の彼方に新緑が広がり始めた頃のある日のこと。隔ての町を見下ろす山の上で、一人の老人が大きな岩に腰掛けて、何やら小さくつぶやいていた。静かな林の中だからよく聞き取れる。これはわしがまだ若かった頃の話じゃ。今となるとずいぶん遠い昔のことになってしまったな。お前は誰かって？わしはな、この隔ての山々を守る山の神じゃ。わしの祠は栄崎堂の南にあたる上の山で、夏がっぱらをはじめ隔て全域が見下ろせる崖の上にある。近頃は木が茂ってしまっているが、もともとは見晴らしの良いところなのじゃよ。普段なら滅多なことでは人に姿を見せないのだが、今日は特別じゃ。わしがこの高いところから長い間に見たり聞いたりしてきたことを話すとしよう。それは昔、昔の大昔。ここ隔ての土地がまだ海の底に沈んでいた頃のことなんだ。その頃君たち人間の遠い先祖はまだアフリカ大陸で木の上の生活からそろそろ広い草原に降り立って間がない頃だったろうな。その姿はまだ猿に似た感じが残っていたよ。違うのは直立して二本足で歩いていたことだ。500万年くらい前のことだったろうか。まああまり正確なことは言えないがな。大きな火山の噴火が起きて、大変な量の火山灰が降ってきて海に沈んだんだ。近頃あちこちで起きている噴火などとは比べ物にならないほど大きなもので、日中なのに日が暮れたかと思うほど火山灰が空を暗く覆っていたよ。しかも噴火は1回や2回ではなくて何回も繰り返し起きたんだ。それが積もり積もって長い間に固い岩となったんだよ。今それは隔て層と呼ばれて、影取山をはじめ各地で見ることができる。それから長い長い時が過ぎて、やっと今から何十万年も前のことかな、地球の表面が動く、いわゆる地殻変動という大きな力で海の底にあった土地が押し上げられ陸地になってきたんだよ。隔ての山々もその一部なのだ。一息にできたわけじゃないよ。何回も地面が押されて盛り上がったりへこんだりしながら今の姿になったということなのだ。海の中から出てきたばかりの土地はゴツゴツした岩山で、月や火星の表面とそっくり。草木もなければ動物もいない、荒れ果てた風景だった。その後
5万年、いや10万年も前だったろうか。これも人によって調べ方や意見が違うんだから仕方ないよ。とにかく地球は氷河期に入ったんだ。氷がいっぱいできたために海の水位が下がってきたんだな。つまり海が引いていって浜が少しずつ広がってきてはいたんだよ。それでも1万年くらい前になるとまた暖かくなってきたので氷が溶けて海が戻ってきた。近頃は地球の温暖化が心配されているが、そうなると今度はどうなるか、わしには先のことはよくわからん。その頃、君たちの先祖はもう立派に人間らしくなっていて、アフリカを後にして世界に散り始めていたよ。それでもこの隔てにたどり着くのはまだまだずっと先のことなんだ。ところで、神楽石のところから山道を登って古道、昔の道を1キロ余り行くと人が入れるほどの洞窟がある。知らないだろうな。何しろここは秘密の場所なんだから。地面には広い砂が散らばっているんだよ。昔からずっと続いて昭和の中頃までこの砂を取りにやってきた子供たちの姿をよく見かけたもんだ。家庭で使う鍋や皿の汚れを落とす磨き砂として使っていたんだよ。これを取ってくるのは主に子供の仕事だったんだ。時には大人も来てたけどな。その後クレンザーが売り出され、また今では洗剤が使われるようになって、取りに来る人もいなくなってしまったな。わしには経験がないが、子供の頃やったことのある人に聞くと、アワビの貝殻で地層の壁を削り落としてバケツに入れて持ち帰ったんだそうだ。今地面にあるのはその削りカスだ。そう、磨き砂は積もった地層の火山灰だったんだよ。ある時降ってきた火山灰だけが特別にきめ細かくきれいだったということだろう。この砂もよく見ると2種類あるんだよな。入り口近くの砂は粒が大きくザラザラした感じだが、奥の方の砂はきめ細かくて粉っぽいんだ。これは用途によって使い分けていたかもしれないな。またこの洞窟は昔はなかったと思うよ。みんなが次々に削っているうちに大きく深くなってしまったんじゃないのかな。1万年くらい前のことだったかな。とうとう人の姿を見かけるようになった。これは大事件だったね。何しろ大昔から今まで人は全然いなかったんだからな。最初にやってきたのは縄文時代の人々で、彼らは獲物がなくなるとやがて引っ越していってしまった。その後のことだよ。畑も耕す人々がやってきたのは、隔ての古い家の人の話によると、先祖は紀州、今の
和歌山県から来たのだと伝えられているという。房総半島の海岸地帯には多かったことだから不思議はないね。一部には阿波、徳島県から来た地域もあるが、共に沖を流れる黒潮に乗ってやってきたんだ。黒潮の本流は流れが速く、2日余りで到着できるというからな。そういえば、不思議な猫の話で知られる北浅井の影湯丼の先祖も、和田花園へ流れ着いた花園天皇の息女、根の姫も、共に大阪から同じコースでやってきている。平安から鎌倉時代のことだった。もっともこの二人は、房州へ行こうとしたわけではなく、淡路島へ渡ろうとしたのが、流されてきてしまったということだがな。人々が住み着いたのは、寸場と呼ばれている山の中で、神楽石から1キロ半も古道を登ったところだ。寸場とは、住む場だという人もいるが、正確にはどういう意味か、わしにはよくわからん。ここには杉林がある。人手が加わった証拠だ。また今では雑木林になってしまっているが、地面が平らなところもある。そこは畑だったらしい。山の中にしては意外と広いよ。古道の山道を歩いていくと、ところどころ道の山側の岩に直径1メートルほどの穴があるのに出会う。これは下越ダメで、糞尿を一時ここへ溜めて腐らせ、畑に肥料として撒いていたんだ。これは近くに畑があったことを示しているよ。ここに住んだ人々は、山の幸に恵まれ、畑も耕し、時には下の海に貝や魚を取りにも行ったことだろう。その頃の名津河原はまだ海の中、神楽石は見えていなかったな。とにかく今の隔ての人々の先祖の暮らしが始まったんだよ。人の姿が見え始めてからしばらく過ぎた頃、そう、3000年前のことだったかな。わしにとってはついこの間のことだ。ある朝、目が覚めたばかりの時だった。ゴーという大きな音とともに地面が揺れ出した。大地震だ。わしは思わず飛び出して近くの木の幹にしがみついてしまったよ。とても立ってなどいられなかったからな。そこから恐る恐る山の下の景色を見たら、そこではとても信じられないことが起きていたんだ。海の水が次第に沖へと引いていっているんだよ。大きな地震とともに、今まで海の中だった土地がまたまた地上に盛り上がってきたんだ。少し傾斜した砂浜だったよ。今では平らな田畑になっている名津河原だが、それはつい最近のことであって、水田の構造改善という工事の結果なんだ。海の水は
とうとう帰ってこなかったね。砂浜にはところどころに大きな岩が転がっていた。今、カグライ石やカエル岩と呼ばれているものだよ。ところで、地震の揺れが始まってすぐのことだった。ドシーンという大きな響きを立てて、カグライ石の裏山の頂上から直径が6メートルもある大きな岩が転がり落ちてきたんだ。はじめのうちはぐらぐらと動いたかと思うと、あっという間に途中の木々をなぎ倒しながら転がり落ちてきて、カグライ石の前で止まった。その間わずか10秒ぐらいのことだ。もともとこの山には隔て層の岩の大きな崖があり、その一番上の部分が崩れ落ちてきたんだ。本来ならば海の中へ落ちたことになるが、すでにこの時は海が引き始めていたから水しぶきは上がらなかった。こんな大きなものが落ちてくるなんて、普段だったらとても考えられないよな。隔ての三輪では鎌倉時代の武将朝比奈三郎義秀が投げ飛ばしたので、つぶて石と呼ばれるようになったとされている石のことだよ。実はこんな地震はこれが初めてではなく、何回も起きたんだよ。その結果として今の名津河原が姿を現してきたんだ。初めの頃は荒々しくてどうしようもない砂浜だった。時には大波がすぐ近くまで打ち寄せてくる。風が吹けば砂が舞い上がって草木も育たないひどい土地だったのが、それでも雷神が暴れなくなったあたりから穏やかな風景が広がり始めてきたから、人々は山を降りて平野に住み着くようになってきた。こっちの方が海に近くて便利だからな。この後やってきた元禄地震や関東大震災でまたまた海が遠くなったら、今度も町並みが海を追いかけるように下がっていったものが、今でも同じことを続けているんだよ。町が広がるとともに人々の数も増えてきた。いろいろなところからやってきたんだ。こうして今の隔てが出来上がったということなのさ。さて、今度は縁の行者の笑顔を拝みに行くとするか。名津河原の南の外れ、徳蔵院から山側へ少し行ったところに栄崎堂がある。ここは初めの徳蔵院のあったところなのじゃ。ここの入り口の階段の右側に大きな岩があり、そこには古めかしい小さな洞穴がある。中には左手にお経の巻物、右手に錫杖を持つ、高げたを履いた縁の行者像が座ってござる。縁の行者像は全国各地にある。姿はみんな同じようなものだが、ここの像だけは特別で、なんと笑っているんだよ。これは大変珍しいことなんだ。
元の行者は大和の国、今の奈良県葛城に生まれ、厳しい修行の末、修験道、つまり今の山伏の道を開いた人だ。行者とは修行をする人という意味で、名前はオズム。大変に優れた才能を持っていたので、弟子たちが大勢集まってきたために、時の政府から疑われて逮捕され、伊豆の大島へ島流しにされたんだ。修行時代以来、人々を救うために激しい活動をしてきた人だから、この人の笑顔など、めったなことでは拝めなかったことだろうよ。その後、3年で許され、そう、今から1300年も前の頃、大島から海を渡って富浦へやってきて、大武山岬を開いたとされているよ。その時、村人たちを苦しめていた海賊を退治して感謝されたんだ。その後、東へ向かって隔てへやってきた行者は、まだ大武山での海賊退治の厳しい気分が続いていたから、周囲に気を配りながら、なずかっぱらに降りていくと、これを見かけた村人が、おーい、みんな、縁の行者様が来てくれたろう。と大勢集まってきたので、行者が、みんなの暮らしはどうかね。海賊や山賊にひどい目に遭わされていないか、と尋ねると、海の幸、山の幸に恵まれているから、食べていくのに困らないよ。海賊や山賊、話に聞くことはあるけど、見たことはないね。昔、雷神が暴れたことがあったそうだけど、天神様が治めてくださったからね。今は穏やかな暮らしだよ。これを聞いた途端に行者が、あはは、こんな愉快なことがあろうか。あんたたちは幸せだ。ここでは今さら、私のやるべきことは何もない。と大笑い。この象の笑顔は、オズズの満ち足りた気分を表している。と言ってもいいのではないだろうかな。その後、オズヌの足取りは、みちのく、東北地方へ向かったようだ。なずかっぱらの中ほど、馬の精和のある天神の森の西側の山裾に、権現様の祠が残されている。正確なことはわからないが、ことによると、これも縁の行者に、関係があるかもしれないね。何しろ、縁の行者が開いた修験道は、本尊は蔵王権現だからな。その後、この辺り一帯が修験道の修行の場になったことを思えば、縁の行者が隔てに残した影響は、決して小さくはない。縁の行者は、隔てでは何かをしたわけではなさそうな。だが、ここへ来て、やっと自分の理想とする人々の平和な暮らしの姿を見ることができた、と言えるのではないだろうか。行者の笑顔は、隔ての人々の幸せな暮らしを
表しているんだよ。さあこれくらいで山の神の独り言は終わりとするか。最後にこの山の上から眺めていて一つだけ気がかりなことがあるから伝えておこう。これは山の神の仕事でもあるからな。それは隔ての山の中にある岩のことじゃ。歩道を歩くだけでも次々と大きな岩に出会える。小さな石まで含めれば山全体では相当な数になるだろう。今度とんでもない大きな地震が来たら、その中のいくつかが転がり落ちてきはしないかと心配しているんだよ。近頃全国各地で起きている土砂崩れと似たようなものなのだが、隔てが違うところはすでに粒天使が教えてくれているということなんだ。そんな大地震なんてそうそう来るもんじゃないというのか。だから人間はダメだって言うんだよ。わしは何百万年も生きた間に数多く経験してるから、長い目で見れば必ず来ると言えるのに、君たちはたかだか100年ぐらいしか生きられないから出会わないで済んでしまうことも多い。しょうがないもんだ。それならその地震はいつ来るかって。そんなことこの山の神にだってわからないよ。まあこのことは年寄りのたわごとだと思って聞いてくれてもいい。ではさらばじゃ。